スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、関心の未来へのチャレンジ。皆さんこんにちは。いつもスモールさんインターネットラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。さて毎月第1火曜日にお届けしている関心の未来へのチャレンジのお時間です。第一勧業信用組合理事長新田信行と、今月のゲストは塩沢信用組合理事長小野沢和成様をお迎えして、塩沢の魅力や地方連携について熱く語っていきたいと思います。本日のアシスタントは第一勧業信用組合経営企画部松本みどりが務めさせていただきます。はい、皆さんこんにちは、第一勧業信用組合の理事長の新田です。今日は私どもが連携させていただいている、塩沢信用組合の、小野沢理事長にお越しいただきました。小野沢さんね、本当にもう塩沢の町で、お元気にするのに頑張っておられる、もう大変尊敬する理事長なんで、今日はねいろんなお話を伺えることを本当に楽しみにしております。小野さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、それではまず最初にね、小野沢理事長の方から、塩沢信用組合とまず地域的には魚沼コシヒカリのね、有名な魚沼ですけども、魚沼の魅力であったり、あるいは塩沢信用組合さんの、ご特色であったり、ちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。皆さんこんにちは。魚沼の塩沢信用組合小野沢和成と申します。本日私ども魚沼の魅力を伝えに第一勧業信用組合さんをお邪魔しております。魚沼と聞いた場合には真っ先にコシヒカリ、米が思い浮かぶんじゃないかと思います。はい、私どもやっぱり魚沼のコシヒカリが全国的に知名度が高いのは十分、承知しております。はい、でその他にですね、やはり日本酒、お酒があります。はい、あ、そうですね。そしてさらに、雪国美人、はい、これは忘れてはいけない、貴重なですね、いいですね。はい、地元の一番売り込みたい部分なんですね。はい、はいはい、あとね、私も拝見して、ボクシング通り、はい、で、塩沢信用組合さんも蔵造りのお店ということで、はい、本当に他にはないような、ね、街並みと、お店、この辺も大変印象的だったんですけども、この辺りいかがですか。はいはい、ボクシング通りは、はい、江戸の時代のいわゆる私どもの通りが三国街道沿いで、はい、その旧街道を、復刻させたようなイメージなんですけど、はいはい、これをやはり現代に反映させるためにはそんなに観光地化する必要があるということで、いろんなところを視察させていただいて、はい、その中で小江戸川越を模したような。ああ、そうですか。はい、それがモデルですかね。はい、なるほど。でもなんか川越よりね、道幅も広いし堂々としてる雰囲気があったんですけども、はい、そうですね。はい、あとね、確か塩沢信用組合さんもあれ両替所だっけ、なんかね、はい、看板から、あとここが金融機関なのかなっていう、はい、そんな入り口ですよね。はい、はい、私どもがやっぱり地元のお客様と連携取るために、普通金融機関は土曜日曜お休みなんですが、はい、私どもはその観光客のお客様を招き入れるために、はい、観光開店という名称で土日店を開けております。はい、あ、そうですか。で、私ども職員が2名ずつ交代で、はい、お客様にお茶を出すだけの仕事なんですけど、はい、昼10時から3時まで店を開けさせてもらってます。はい、あ、いいですね。はい、ですか。確か、アジア都市景観賞ですか、受賞されたということ、はいはい、これも国内でまだ2例、九州の福岡博多と私どもと2例なんですけれども、はい、
やはりあの町並みを白黒、まあ、統一できた、はい、全て景観を統一できたということと、はい、それからやはり雪国仕様 の、はい、あの雪国ならではの雁木っていうのが、はい、あの普通の民家の小屋根にあたりするところなんですけど、はい、それを全部統一して、はい、あの統一ルール景観ルールを作ったというところが、はい、とっても評価されたみたいです。そうですか、はい、いやあのね、このラジオを聞きの方もぜひ一度行ってない方は行ってみてください、はい、あの大変素敵な街並みだと思います、はい、それではあのここで CM 挟みまして、 CM の後はあの先ほどお話の出ましたいろんな素敵な物産のお話もお聞きしたいなと思います。はい、はい、日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。関心の未来へのチャレンジ。はい、ではここから小野沢理事長、毎年5月から11月の第一日曜日に紬通り軽トラ市を開催していると伺いましたが、そちらのお話をぜひお聞かせいただけますか。はい、これもあの私どもの駅通りに紬通り組合っていう、まあ、商店街、はいの組合なんですけど、はい、そちらでやっぱりどうしても今シャッター通りになっている現状を打破したい、うん、はい、でいろんなところをまあ視察してみたんですけど、なかなか成功事例が見当たらない、はあ、でそうしたところが、釜石だったと思うんですけど、はい、で軽トラを並べるだけでとっても人が呼べる、いわゆる軽トラ市っていうのが成功モデルであるということを聞いてですね、はい、釜石まで車で6時間かけて視察に行き大変ですね、はい、それを目の当たりにしてした、10人の商店主の方たちがこれは塩沢でもやれるということで取って帰って、まあ自分たちだけで一生懸命準備をしてですね、はい、このまあ開店を迎えたんですね。あ、そうですか、はい、これは何年前、いつぐらいから。ですね、はい、平成23年の8月だったと思います。あ、そうですか。第1回目が、はい、あ、やっぱりあれですか、雪がこう綺麗になった5月ぐらいからそうなんです、はい、やっぱりどうしても冬はもう4月ぐらいまで雪が残ってますので、はい、通りが開くのが、まあ、5月の連休ぐらいからになるんですね。なるほど、はい、作物とか、まあ、そこに出す商品とか、ええ、この辺はどんな形であるですか。5月から11月ですので、はい、もう全部季節に応じた野菜、果物が並びます。あ、はい、ですけど夏であればスイカが並びます、はい、秋であれば梨だとか栗だとか、あ、いろんなものが並びます。あ、楽しみですね、はい、結構あれですか、周辺の方も皆さん楽しみに、はい、楽しみにしてまして、はい、で大体通りにマックス軽トラが50台しか並べないんですけど、はい、毎回50数台並びます、あ、そうですか、はい、はい、だから大入り満員でですね、でそこのところへ、まあ、大体時間が決まってるんですけど、はい、今開店時間が9時から13時まで、はい、でその時間帯はもう本当に通りが人でにぎわいます。へえ、あれか、周辺 の、 あの、ね、電車に乗ってあのいらっしゃる方も結構お客様いらっしゃるんですか、はい、ちょうど駅通りなんで、はい、電車で降りる方も大勢いらっしゃいます。でまた観光バスで近くに乗りつけてそこまで歩いてくるっていう方もいらっしゃいます。あ、はい、いいね、今度行ってみようか。でどうですか皆さん。まだ11月までやってるそうですよ。そうですね、第一日曜日、まだまだね、はい、第一日曜日やってます。ね、でも塩沢には本当に魅力ある商品がたくさんあると思うんですけど、はい、例えば、ね、マンゴーとか、はい、どうですか。これもあの雪国温泉マンゴーという名前をつけた、はい、いわゆるなんで雪国で南国マンゴーなんだというところから始まらなきゃいけないんですけれども、これもあの同じ信用組合業界で宮崎南部信用組合さんのお力をお借りしました。はい、あ、そうですか、はい、であの南部信用組合さんの本店がある南郷町、はい、これがあの実は宮崎マンゴーの発祥の地だったとはいうことで、その南郷町の
農家の方をご紹介いただきました、はあ、でご指導いただいて、いわゆるマンゴー栽培の指導、はい、手ほどきをいただいて、で私ども雪国の、はい、まあまあ生産者がですね見事に、南国のマンゴーを、まあ、製造することで できたということになります。あ、じゃあやっぱり信用組合のこの絆が生み出した、はい、連携が生み出した。あ、そうですか、はい、最初にこのマンゴーをやってみようっていうのは何かきっかけがあったんですか。はい、その生産者の方はですね、はい、実はあの普段あの井戸を掘っているあの井戸工事会社の社長さんだったんです、ね、はい、でそれが本業なんですけど、はい、その事業は非常に成功してます。私ども もまあ取引先なんですけど、まあ、地元の中でも非常にあの、工事高の高い優秀な会社なんですね、はい、でその社長がある日、テレビで東国原知事のどげんかせにはいかんでしたっけ、はいはい、あれを見ると同時にマンゴーをとにかく宮崎としては売りに、もうとにかくこれを売りに宮崎を全国区に押し上げたいんだという東国原知事のテレビを見て、マンゴーって食べたことないけど一つ自分も食べてみようと言って宮崎産の太陽の卵を取り寄せて食べてみたらびっくり、こんな美味しいのがにあのこの世にあったんだということで、生まれて初めて食べたフルーツマンゴーがもうとっても美味しかったと、自分もこれをもし作れたら作ってみたいというのが始まりだったんです。あ、そうですか、はい、あ、東国原さんの影響も良かったですね。でもね、いやだけど、ね、評判いいですよ。私もね、はい、あの贈答でね、あのお客様にプレゼントしたんですけど、はい、もう結構皆さんご存知でね、はい、え、新田さんこれ雪国マンゴーじゃないのって言って大変喜んでいただきました。あのこれがあの私どももあの太陽の卵をいわゆる宮崎さんとか、はい、沖縄さんともう随分食べ比べをしてみたんですけど、はい、絶対的な違いがありました、はあ、これがマンゴー特有のえぐみっていうのが一切抜けてるんですね。あ、だからまろやかさだけ、はい、もう独特の甘さだけが際立ってて、だから独特の風味だけが残ってるんですね。あ、おっしゃられるとそうですね、はい、確かに。それがやっぱり温泉の成分のせいかなと思ってるんですけど、あ、まあ、雪と温泉のせいかなと思ってるんですけど、はい、もう特別に美味しいマンゴーになりました、うん、あね、本当にもうブランドになりましたね、はい、もうそれからあとはな何がたくさんあるんだよね。ポークのお話聞きましょうか。はい、ツナンポーク、ツナンポークです、はい、ツナンポークは本当あの知る人ぞ知るなんですけれども、コシヒカリを食べさせて、はい、あの艶を出しています。はい、だから同じ豚がですね、はい、非常に色艶がいいんですね。あ、コシヒカリ食べた豚なの。あら、あのなんか贅沢ね。沢そう。とっても美味しい。知らなかった。美味しい魚沼、はい、コシヒカリを食べて育った豚なんで、はい、色艶はもうとってもいいんですね。はい、でその肉ですから美味しくないわけがないんですね。はい、なるほど。はい、あ、やっと分かりました。すいません。ね、美味しいよね。いや、美味しいですよね。あのコシヒカリを食べさせてたとは。ね、いや皆さんあの、ね、私どもでも塩沢信用組合さんでも構わないんでね、もし食べたい方はぜひ、ね、あのご一報いただけたいと思います。あの、はい、ツナンポークで今私どもと提携してですね、はい、縄文焼きっていうブランド化を今図ろうと思ってるんですけど、はい、これはあの、まあ、俗に言う豚の丸焼きなんです、ね、はい、豚の丸焼きっていうと一般の人は耳がついてたり鼻がついてたりするやつを思い浮かべると思うんですけど、太ももだけなんですね。へー。で太ももの部分をくる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 回しながら、はい、でタレをつけながら、はい、で削いでいく、 なんていうんですかね、あのブラジルでそういうようなお料理、あ、はい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 、そんな焼き方をしてですね、へー、とっても評判がいいんです。あ、すごい、はい、なんか東京のお祭りにも来てもらいたいな、はい、これはこれは評判いいです。で私どももあの焼き豚のトロっていう表現してるんですよ、はあ、とろけるほどの美味しさです。わ、ぜひ一回食べたいですね。はい、すいません、まあ、あと、ね、お聞きしたいことたくさんあるんですけども、あのふるさとギフトカタログ、はい、あれ便利ですよね、はいはい、これもあの私ども地元のふるさとのいわゆる
産物だけを取り扱うギフトカタログがあったらいいよねということ で、はい、で地元の業者さんにお願いして、たった今もう1冊目がもうほとんど完売していますので、はい、今第2冊に入ってます、はい、で第2冊がこの9月 の、 末までに完成します、はい、でその第2冊の中に、織り込んであるのがもう本当に体験型でいわゆる地元に来て魚沼に来て消費してもらいたいっていうのが、はい、約商品アイテムの中で3割 あ、そうですか。であとは取り寄せ注文ではがきで取り寄せるのが7割ぐらいの商品構成になってます、はい、あ、それまたアイディアですね、はい、楽しみにしてます。でそのふるさとカタログを単なる、まあ、いわゆるギフト商品で注文出したから捨てるんじゃなくて、それをガイドブックとして保存して、はい、保存版で、で私どもに遊びに来た時にそれが十分使えるような作り方になってます。いやいや、また私どもぜひ買わせていただいて、はい、本当にありがとうございます。すみません、はい、もう しゃべり出すと切りがなくちょっとここでねブレイクして、はい、まあ、この後まあ、地元の若手の経営者の育成にね、はい、取り組んでいただいている、まあ、そんなお話も伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。マイクロナノバブルのシャワーヘッドは節水効果だけでなく洗浄、温浴、保湿作用があり全身で感じる美顔器とさえ言われています。私たちは真鍮加工をベースに培った特許技術で世界に通じるそんなシャワーヘッドを生み出しました。医療、農業、水産、美容、食品加工、その他あらゆる分野でその技が光ります。田中金属製作所。関心の未来へのチャレンジ。はい、塩沢新組さんでは冬と夏のボーナスで地域還元型として3万円が現金で支給されるボーナスを採用していると聞いたんですけど、そちらのお話をお伺いしてもよろしいですか。はい、私どもやはり地元で消費してもらうっていうことが何より大切なことで、はい、特に信用組合の職員はそれをお手伝いするということの中で、ちょっと大げさなんですけど地元還元型という名前をつけて、商用の一部を必ず地元で消費をしてもらってます、はい。もう始められてどれくらい経つんですか。はい、平成23年の7月の商用から、はい、たった今この28年の7月まで継続しております。あ、じゃあもう随分定着されて定着してます、どうですか従業員の方の、反応というか。はい、職員の代表からコメントいただきたいと思います。はい、塩沢信用組合本部から参りました中澤と申します。このボーナスをいただくこと、もらうことで、普段行けないようなお店に行って買い物ができたりですとか、またそれきっかけにそのお客様から自分の名前を覚えていただいたりと、またなんか地域活性化につながるような取り組みになっていると思います。素晴らしいね。職員もやはりある程度次に何を買おうかということで、はい、今夏のボーナスをもらったら、はい、自分の、まあ、待っていた自転車を買うだとか、冬の場合であればスキー用品を買うだとかということで、それをある意味張り合いにしている職員も大勢いるみたいです。はい、ね、お客様との距離も縮まりますね。そうですね。ね、これだと普段食べられない雪国マンゴーも買えますね。はい、素晴らしいね。うちもやんないとダメかな。ちょっと、ラジオを聞いてる皆さんどうですかね。ありがとうございます。じゃあ、まあ、続きましてね、まあ、魚沼の経営塾、はい、まさにね、若手経営者の会、はい、まあ、これもについてちょっとお話を伺いたんですけども、はい、はい、はい、私どもやはり取引先が高齢化している中で、はい、若手経営者とどうにか自分たちも取引をしたい、はい、でそのためには新たな組織編成が必要だろうということで、はい、経営塾、魚沼の経営塾を立ち上げました。はい、で、だいたい1期1年間勉強していただくんですけど、はい、50社に限定をして募集をさせていただいてます。はい、はい、
ただもう、3回目4回目でしたっけ。そうです、はいはい。でまたなんか大変好評でね、もうむしろ、お客さんが待っておられるというふうにお聞きしたんですけども、はい、そうなんです。私どもも、まあ、地域柄の経営者の数も限定されるだろうから、はい、1期50社で、まあ、3期150社募集すればほぼいいところ行くんじゃないかなと思って、はい、当初は3期で辞めるつもりだったんですけど、うん、3期目の途中で4期が埋まっちゃったんですね、はい、だから継続せざるを得ない、はい、でその4期目がこの4月にスタートしたんですけど、はい、もう7月に来るまでの間に来春4月スタートの5期が埋まっちゃいました。あ、50社あすごいね。でやがて多分秋口あたりから6期の予約が入り始める、はい、うわやっぱりもう評判が良くて皆さんにはなんですね、はい、あのいいからお前もどうだいとかそういう感じになるんでしょうね。まさにその通りなんです。最初は私どもが一生懸命職員が動いて勧誘して回ったんですけど、はい、3期目からはほとんど職員が勧誘してないです。あそうですか。もう熟成同士が、はい、魚沼の経営塾はためになる、はい、魚沼の経営塾はいいからお前も入れという形で熟成同士で勧誘し合ってくれてます。なるほど、はい。で修了された方をまたこうでしょ、あの、はい、まあ、まとめておられるわけでしょ。そうなんです、はい、で当初その3期でまあ手締まって、はい、その後時代の会っていうところへ移行するつもりで準備をしてました、はいはい、でその時代の会へ移行してもらった皆さんには一応経営の基礎は全員が勉強してもらった、はい、で今度は自分たちの経営をいかに立て直すか、自分たちの強み弱みをいかに実現していくかっていう時代の会に移行するっていうのが、はい、まあ、最初から決まってたんですけど、でそれが、この4月に1期から3期までを、まあ、合同の中でスタートすることができました、はいはい。でもまあ毎年50社ですから、まあ、3期で150社、まあ、また今度、ね、はい、さらに200、250と すごいですね、はいはい。これはなんかあの結構ね、まあ、私どももこういう若手の経営者の会やってるんですけど、ええ、意外と運営では苦労するところも多かったんですけど、はいはい、多分あの相当いろんな工夫をされてるんだと思うんですけども、はいはい、もしあの披露して差し支えない、ええ、あの企業秘密じゃない部分あれば、はい、あのその辺いかがですか。そうですね、はい、あの年間4回のセミナーはもうあの主催している総合コンサルの田辺経営に委ねてます、はいはい。でほとんどの全国 の経営塾はその田辺経営に委ねているところで終わってるんですね、はい、で私どもは塩沢信用組合独自の魚沼の経営塾としてのスタイルをそこにさらに付加させていただいてまして、はい、で私どものスタイルは年4回のセミナーの間々のインターバルに私どもの職員が1人10社担当してまして、はいはい、その一人の職員が10社を必ずそのインターバルにの間に訪問します。あで1回目のセミナーと2回目のセミナーの間にフォローアップを図ります、はい、なるほど。で実際にセミナーの内容が良かったかどうだったか、はい、または理解できたかどうか、はい、ということを必ず10社フォローアップします。あで次の2回目のセミナーはこういう内容で開催されるから、うん、そのための準備を私どもと一緒になってやりましょうねと、うん、いうその途中途中を全部ですねフォローアップ図ってます。あ素晴らしいね、はい、これはやっぱり理事長がこういうふうにしようよとかいろいろそうですね、あれですかお考えになって、やはり先先を考えた時に、はい、まあ品揃えだけの経営塾だったら、多分用意されたプログラムをそのまま履行すればよかったんでしょうけど、はい、それだと多分知り切れになってしまうと思うんですね、うん、なるほど。だからより発展性のあるものって考えた時には、うん、独自でやっぱりアレンジを加えたり、はい、またはこういう方向に持っていきたいなということを仕掛けないと。なるほど。ですので私たち第一期はですね、はい、実は50社の平均年齢が60歳だったんですね、はい、いわゆる第もう本当に社長さん方に声かけちゃったんですね、はい、なるほど。でこれじゃあやっぱりちょっとやっぱり2代目3代目、はい、後継者をやっぱり招かなきゃダメだで、はい、第2期の平均年齢は一気に35歳になりました。うわ、あすごい、はい、うん。で第3期目はさらに女性経営者が50社のうち12名あ女性経営者もそんなに入られてるんですか、はい、これやっぱりですね、そういう方向に持っていきたいなと思ったら、はい、そういう仕組みやそういう仕掛けを作らないとダメだっていうのがよく分かりました。なるほど、
やっぱりね、将来のことを考えたら、はい、ね、5年後10年後考えたら若い人を、ね、そうなんです、みんなでこう盛り上げていかないとね。そうなんです、はい、いや、そうですか、はい、まあ、あと、ね、このヒアリング能力でまた職員の方もね、いろいろレベルアップされたり、そうなんです、この外出し、外に投げっぱなしじゃないっていう、この辺が素晴らしいですね。はい、はい、普通、まあ、経営塾ですと、はい、相手が、まあ、まあまあ専務常務であっても、はい、もう経営者が参加されてますので、はい、だいたい受け入れ側の金融機関はほぼ営業店長クラスが担当しているはずなんですね、うん、はい、でも私たちは実はほぼ同年齢の30代の職員を、はい、一担当者をその経営塾の担当として、はい、でやはり同じ世代ですとやっぱり話も通じますし、はい、でその30代の経営者の方たちもやがて40になる、やがて50になる、はい、私どもの職員もやがて40になる50になる、うん、同じ時間を同じ成長過程を歩める、はい、これがやっぱり私どもが先5年後10年後、うん、やっぱり地域の中で残っていくためには、はい、とっても必要なことじゃないかなと。あ、それはね、職員の方にとっても本当に幸せだと思いますよ。そうです ね、やっぱり金融機関の職員冥利につきますよね、はい、あ、そうですか。職員も一緒になって勉強してます。はい、はい、あ、素晴らしい、将来明るいですね。はい、はい、ね、嬉しいね。まあ、あとね、それに加えて商工会の青年部であったりね、はい、まあ、雪国青年、青年会議所ですか、まあ、こういったものにも加入されているというふうにお聞きしておりますけれども。はい、はい、私どもがやはり地元の中に商工会があったり、はい、青年会議所があったり、はい、でそこへ塩沢信用組合と加入をして、で職員が、派遣できたらよりこの仕事を離れた交流が叶うんじゃないかなと思って、はい、実は今年の4月からなんですけど、はい、地元の青年会議所に代表の職員を派遣してます。はい、あ、いかがですか。はい、まあ、その活動の中で、先日、土曜日なんですけども、はい、雪国青年会議所が、おかげさまで35周年を迎えたということで、はい、まあ、県内外のそういった青年会議所の皆様が、集まりまして、はい、まあ、やはりその地域ごとのやはり経済の中層になっている方々が多く集まる、祝賀会ですとか式典等の設営だったりとか、はい、そういったのを、まあ、直に体験させていただきまして、うん、もう本当に非常に派遣していただいて、自分自身の成長につながりますし、まあ、今後も、まあ、私以降もまた次の職員が、はい、まあ、派遣されるかと思うんですけども、またその職員の成長にもなりますし、塩沢信用組合が、まあ、地元との関係性をよくこれから絆をもっと強く、していく上で大事なことだと思ってます。はい、なるほど、仲良くなれるよね、そうやって一緒にイベントやるとね。そうですね、はい、本当に本当にプライベートな話も、はい、のできますので、はい、実際にまだお取引はない、はい、方なんですけれども、あ、塩沢信用組合ってこういう取り組みをしてるんだっていうのの、PR にもなって、素晴らしいですね、はい、非常に興味を持っていただきまして、はい、非常に良かったと思います。頑張ってください、ね、ありがとうございます。ますます楽しみですね。ありがとうございます、はい、いや、大変心強い、はい、ね、嬉しいお話を聞かせていただきました。はい、それじゃあここでちょっとブレイクして信用組合の連携、こういったお話をちょっとさせていただきたいと思います。第一勧業信用組合は都内全域に26拠点を配し、地元の皆様から関心の愛称で親しまれています。地域との触れ合いを大切にし、皆様の幸せに貢献いたします。これが第一関心の経営理念です。中小企業オーナーの皆様、企業創業を目指す若者、女性経営者の皆様、どうぞ気軽に支店をお尋ねください。共に未来を語りましょう。関心で安心を。関心の未来へのチャレンジ。はい、今回は地方連携をテーマとしたお話でしたけれども、新田理事長どうでしたか。
いやまたね塩沢に行きたくなりましたねでもこうやってね、まあ、地方連携私どもが始めようって言った時に、まあ、真っ先に反応していただいたのが小野沢理事長だったので、まあ、本当に感謝しております。でやはり実際にこうやって、まあ、ご一緒させていただいてもう半年、ね、はい、経つわけなんですけどもすごくいろんな勉強になるんですよね。だからやっぱつながるっていうことはまあっていうのかな、お互いのそのレベルアップというか、あるいはそれぞれの信用組合の価値を上げていく、まあ、そういうことになるんだなっていうのを本当に実感してるんですけども、はい、いかがですか。はい、私どもやはり東京っていうところがやっぱり2020年までとにかく注目をされているでしょうし、すべてがやっぱり東京に集まってくる。だから私たちもとにかく東京とつながっていたいし、東京からいろんなものを吸収したい、はい、その思いはとっても強く思ってました。はい、でこの度第一勧業信用組合さんと連携を取らせていただいて、で実際に、第一勧業信用組合さんの年金感謝デーで、はい、私どもの特産品、即売会なんかをさせていただいた結果、はい、またとっても私どもで得られなかった貴重な体験ができてできたんですね。そうですか。でそれはやはり私ども職員も実際に業者と伴って出店させていただいた際に、はい、東京のお客様は裕福だからお金があるから財布の紐も緩いだろうと、はい、勝手に解釈してたんですね。違いました。はは、東京のお客様であっても、はい、いいものでなければ気に入ったものでなければ、はい、必要なものでなければ買っていただけないということがよく分かりました。これはね私ももう何か店かやってるんですけども、はい、私もね結構って思うとこがあって、はい、視点によってね、売れるものとね、はい、売れ行きが違うんですよ、はい、だから東京って言ってもなんか10波人からじゃないんだなっていうのを、ね、はい、感じましたね。はい、だから私たちも当然生産者はいいものを作る、はい、それは自信持ってるんですけど、はい、売り方なんですね。だから、まあ、見せ方であったり、はい、その提供の仕方がですねまだまだ勉強しなきゃいけないと思ってます、はい、まあ、でもねちゃんと売る場所マーケットを考えていいものを出せば、はい、例えば普通のお米屋さんの倍の値段でも米も売れるし、ね、雪国マンゴーなんかでも、はい、で高い一番高いマンゴーも売れてくんですよ ね、 そうね。だから、今の世の中ってかえって僕はね安売りしちゃダメだなと、はい、本当にやっぱ価値のあるものを、はい、それをやっぱり欲しいという人にきちっと届ければ、はい、やっぱりそれがちゃんと収益、はい、まあ、あるいは発展につながるんだなって、はい、まあ、この辺は私も、ね、一緒に動いてて同感ですね、はい、そんな思いがあります。本当におかげさまでですね、だから私どもの業者も勉強になってますし、はい、職員も勉強になってますし、でありがたいことに第一関心さんが今度第一関心さんの職員が私どもの地元に遊びに来ていただいて、はい、これがとってもありがたいです。で私どもの、まあ契約先の宿泊施設を利用していただいたり、はい、または私どもの、まあ、契約先の酒蔵を見学していただいたり、はい、これがとってもありがたいです、はい、もっともっとねみんなマラソンにも行くって言ってますし、はい、ね、もうお酒もね作ろうって言ってますから、これからもっともっとねこういったやり交流を盛んにして、はい、まあ、物もそうですけどやっぱり人がそうです、交流していくつながる、そうです、こういうことを一緒にやっていけたらいいなというふうに思います。はい、思います。今日は本当にありがとうございました。もう大変ね素晴らしいお話を聞かせていただいて大変嬉しかったです。こちらこそ本当にありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、というわけで今月のゲストは塩沢信用組合小野沢理事長でした。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて次回は11月の第1火曜日にまたお会いしましょう。ではまた来月。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。